タトラ K2 タトラ、K2S タトラ K2S は、スロバキアの首都、ブラチスラバのブラチスラバ市電を走る路面電車車両。1970年代から1980年代にかけて導入された二車体連接車のタトラ K2 を改造した車両である。ビロードリコンを経て分離した、チェコやスロバキア各都市の路面電車では、財政難の影響から車両の心臓が抑えられた一方、 既存の車両の車体や機器の更新が積極的に行われるようになった。その一つが、ブラチスラバ市電に1975年から1983年に導入された二車体連接車のタトラ K2 を改造した K2S である。1998年以降以下のような改造工事がパルスノバによって行われた。 車体改造車は1998年から2006年、2009年にかけて26両が導入された一方、車体心臓、機器流用車は2007年から2009年に給料が製造されており、後者は心臓車両を扱いとなっている。そのうち車体改造車の2両については訓練車としても使用するため、運転台には運転席の隣に、 教員用の座席も設置されている。この改造により、K2S の車両寿命は10から15年ほど伸びている。ありがとうございます。